どうもガブリエルです。今日はラーメン二郎歌舞伎町店についてご紹介します。2019年12月22日日曜日に行ってまいりまして、12時13分に接続。まあ、こちらのお店は女性の方や中学生の方も並んでて初心者向けなのかなと思ってました。店内に入りますと、まあ、割と広めで清潔感にも保たれていました。店員さんも丁寧でした。で、私は野菜、ニンニク、油をコールしました。で、12時55分に着丼。でお味は、まあ、本当にスタンダードな二郎かなという感じでしたし、私も好きな部類の味です。で、量もそこまで多くありませんので、女性の方や中学生の方でも安心して入れるお店なんじゃないかなと思います。で、まあ、こちらのお店はですね、また3時まで、夜3時までやってますんで、締めの二郎、これもありじゃないかなと思います。